それでは新加入選手の挨拶に入らせていただきます。新加入選手の挨拶は一人ずつ行った後ですね、から言うよりさらに追加の説明もさせていただきます。そういった手順でやっていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまず最初に室本選手お願いします。皆さんこんにちは、サンフレッチェ広島から挨拶してきました水本弘樹です。自分の経験をチームに還元して、この1年が素晴らしいものとなれるよう、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。もう皆様にご紹介するような必要はないぐらいの実績を持たれていて、サンフレッチェ広島で、3回、リーグ優勝を果たして、その中心選手でもありましたし、日本代表選手としても活躍された水本弘樹選手には、その経験を我々がまだ味わったことのない J1 というところの経験をこのクラブに注入していただくというか、一緒にまたこのクラブの成長を助けていただきながら一緒に J1 に行きましょうということで来ていただきました。続いてあります。皆さんこんにちは。湘南ベルマーレから移籍してきました秋元裕太です。自分が生まれ育った町田でプレーさせていただく機会を与えていただき本当に感謝しております。しっかり試合に出て恩返しできるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。はい、秋元さんもルヴァンカップを湘南で、取るなど、J2 優勝だったり J1 での活躍ということで、実績は申し分ない選手でもありますし、それから今ご本人からも言ったように町田出身でもありますので、帰ってきたというか、そういうことで喜んでいる町田の人もたくさんいますので、またそのここで生まれ育った町での活躍を期待したいと思います。優勝選手お願いします。皆さんこんにちは。ベガルタ仙台から来ました吉岡優奈です。自分は地元が隣で、すごく親近感があったチームだったんで、このチームの J1 昇格に貢献できるように頑張りますので、よろしくお願いします。はい、若い選手ですのでカイナと呼ばれていただきますけども、彼は、マリノスのユース時代から光るものを持っていて、僕らも、その時代からも注目していた選手でありますが、昨年は、ベガルタ仙台の方で、期限付き移籍ということで、修行に出ていていた選手ですので、力はよく知っている選手なので、左利きで最後から切れ込んでいく姿を僕らは期待していますが、三島部長はボランチもできますよといろんな引き出しがあるようですから、その引き出しを保護さんからどう引き出してくれるかというのも楽しみにしております。続いて高井亮、こんにちは。ガンバ大阪から参加しました、高井亮です。町田の J1 昇格に貢献できるように日々努力していきます。よろしくお願いします。はい、レオについても昨シーズンから、ガンバで、いろいろな引き出しを持っている選手として、技術も高いんですけども、走れる脚力もある選手として、実は昨年も声掛けして、夏にでも取りたかったというような経緯の中で、ずっと追いかけてきた選手ですので、また保護さんのもとで、力を引き出していただいて、活躍してくれることを期待しております。こんにちは。鹿島アントラーズから移籍してきました戸田幸です。町田ゼルビアの J1 昇格に貢献できるよう頑張るので、よろしくお願いします。につきましても、実は僕らはサイドのアタッカーというところで、攻撃力のあるサイドバック
サイドのアタッカーというのを探している中で、右も左もできる選手でして、どちらかというと左サイドというイメージがあるようですけども、左サイドを駆け上がって攻撃的な選手として、期待をしております。ありがとうございます。こんにちは、帝京長岡高校から加入しました張本美咲です。町田の J1 昇格に向けて J1 昇格に貢献できるよう日々精進してまいりますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、美咲は今もしかしたら一番メディア的には旬な選手で、先日の青森山田との高校選手権の準決勝で、まあ、惜しくも敗れましたけども、この大会の中で非常に活躍した選手の一人でありまして、彼との出会いは去年の夏ですね。去年の夏のトレーニングマッチで、私はちょっとその海外で出てて、いきなり美咲のトレーニングマッチを見ることになったんですが、相手が湘南ベルマーレさんで、2点取った。ベルマーレ相手に2点取っちゃったんですね。取っちゃったんですっていうか、まあ、素晴らしい技術と落ち着きで、ベルマーレさんを翻弄して、トレーニングマッチで2点取ってもこれはもう間違いなく取りでしょということで、うちに来てくれることになった選手ですので、まだまだ卵の段階ですけども、そういった意味での伸びしろがあるという選手として期待しております。まあ、1年目から活躍してくれて全然いいですけど。はい、はい、皆さんこんにちは。レガバ山口から移籍してきました広瀬陸です。町田の J1 昇格に向けて全身全霊で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、陸についても青森山田の3年生の時に実は僕らは、知らないでしょうけどリストアップをしていて、まあ、リックの耳に入ったかどうかわからないですけど、僕らはその時に断られたわけですから、ですけどもまだこういうことで出会えて、期待しております。マルギ選手。おはようございます。マルギ選手。皆さんこんにちは。私は、アレン・マシュビッチです。まず、ここに私を呼んでくださったクラブ、そして監督に感謝いたします。本当に目に見える結果を出してチームに貢献したいと思いますし、アシスト、ゴール、そこに期待してほしいと思っています。必ず今年ですね、みんなと協力していい結果を出せるというふうに確信しています。ありがとうございます。はい、先月ですね、もう今からちょうど1ヶ月ぐらい前になりますが、一旦サラゴサに私も渡って、ポポさんにオファーを出し、それで合意をした上でポポさんには、1月ぐらい前に来日していただいて、まあ、いよいよチーム編成に取り掛かる中で、名前の上がってきたアレン・マショビッチ選手、年齢はまだ25と、まあ、働き盛りのところですけども、非常に主に2列目左サイドをやるんですけども、得点も取るしアシストもできるということで、実は次のシュテファン・チェポビッチさんはものすごい実績を持たれてるんですけども、アレンについても皆さんぜひ見てやっていただきたいと、そういう選手の一人です。ステファン、ボグダンシェポビッチ。ステファン・シェポビッチ。こんにちは、私は、ステファン・シェポビッチです。ジェロビです。ザファル・ユーディのクローブ・トレーナーのナオエピリティ。まず皆さん、にお話する前にクラブと監督にここにこのクラブに呼んでいただいたことを、非常に感謝しています。ナドムセダーダーイスクストンオーバイナドムセサイダーチューマーダチューダチューポモチカフランテレナイナテレナ
私の経験をやはりチームメートにも伝えていきたいですし、ピッチ内外でですね、チームメートにも伝えていきたいですし。Наро во мене се очекува голови кои кои ќе помогнат екипи за за добри резултати, али али свакако ова е тимска игра и и сви мораме да радиме заедно. Мија сам во одаси на гол ни кијај се тоа мојма се, а со но кијај ни и гол тој ќе кој одаси не се, е подај дај да мотиме си. Тада, вазлете ва икнај нова, хитори да мочи но, шоли да скаме тоа не може не си, чиму мето то, шкали то кејлук сте, татакат не кијај то, јуни ја мотиме. Hvala puno i očekujem da imamo dobro za to posljedno. Potoši i desne, sajko vam kjeka je delio i gabati vas. Još ćemo ga išmas. Hai, sakne mo tokten o toru toju koto ni zivun krešin da zemlja de arimasu kara, mazu Popo san to tori kakakta no wa ストライカーの選定ということで、ステファンが浮上というかリストアップされまして、彼の経歴を見ていただければ分かりますようにスペインのスポーティングヒョンとかヘタフェあるいはスコットランドのセルティックとか、まあ、そういった最前線のヨーロッパの一流クラブを渡り歩いてきた経歴から見ても素晴らしい実績を持っている選手であります。ポポさんのネットワークの中で、たまたまというか彼のような実績のある選手をなかなかとは難しいとは思うんですけれども、うまく我々のタイミングとご本人 の, その今の現状とかうまくニーズがあったということで獲得できました選手で、スペインでも基本の時に2部のキングと言われていた実績を持ってますので、エルレイデルセグンドという実績を持っていますので、また、今年は町田で、王様になっていただければと期待しております。